ラチナムチャンネルへようこそ。今日はね、この2台同じようにね、見えるモデルなんですけど、こちらがね新しい、ウルフになります。ちょっと今日はねその比較動画をしてみたいと思います。今日ねご紹介するトレーラーは、右側がですね従来のウルフポップの 17JG のブラックレーベルというモデルです。左側が2024年モデルになりまして 17JW と名前が変わったブラックレーベルになります。大きな違いとしましては、こちら側のね右のモデル 17JG は7フィートボディでしたね。この幅がね7フィート約2メーター15ということだったんですけど、でこちらのね2024年モデルは 7.5 フィートとちょっとね幅が広くなりました。はい、こんな感じでね正面から見ると結構分かりやすいんですけど、こうね真四角っぽくなってます。で従来の 17JG はちょっとこうね縦長な感じのね、箱になってます。まあそれによりね、どんな違いが出てくるかというところをね今日は比較しながら解説したいと思います。まあね大きな特徴としましては、従来のねこれもファイナルモデルになってしまうであれなんですけども、内装がね、まあこういったね、ブラックなものだったんですけども、それがね内装の色も変わったりしました。ボイラーもね、この温水ボイラーね、これはね従来のものは、中にね水を溜めてそれを沸かすタイプの、タンクがあるタイプのねボイラーだったんですけど、今度のね、モデルはこれねタンクレスのね温水ボイラーに変わっています。はい、あとねスタビライザージャッキの方もね、ちょっと変わりました。ここ最近このねスタビライザージャッキがねちょっと増えてきたんですけども、まあ慣れればなんですけどちょっとね、設営はめんどくさい感じがあります。高さ調整というかですね、ただね非常に揺れはねしっかりできるかと思います。従来はこういった感じのねパンダグラフ式のものだったんですけども、こういったところでね、要所要所やっぱりね、変更がね、あるみたいです。まあ、それ以外ね大きな特徴はないんですけども、幅が広くなったことでね一番の特徴としましては、まあ、これスライドアウト付きモデルなんですけども、このね従来の 17JG7 フィートモデルってねやっぱりこのねスライドを格納した時にこの幅が狭いっていうちょっとデメリットあったんですよ。ここはねほんと20センチぐらいしかないんですね。通れなくはないんですよ。まあもちろん人にはよるんですけど、まあ僕は小型なんでこういうね通れることは通れるんですけども、やっぱりちょっとかなりね窮屈な感じがあります。で奥にねまあ行こうと思えば行けるんですけども、この辺もねかなりこう狭い感じになっちゃってます。それで2024年モデルの 17JW ですね、中の色がねこんな感じでちょっと明るいね、ウッド系のものに変わってきました。はい、こんな感じですね。でやっぱりねここ普通に通れるようになりました。この辺ねもう普通に通れちゃいます。はい、でねこの奥の2段ベッド、ここもね従来はシングルのベッドだったんですけど、ちょっとワイドなねベッド、2段ベッドのねワイドなタイプのものに変わっています。もう普通にね歩けますよここ。はい、こちらの車両ね残念ながらもう入って即翌日にね売約済みになってしまったんですけども、やっぱりねその検討されてた方も、従来のね、JG と、この JW と、検討してたんですけど、やっぱりスライド入れた時にねここが普通に使えるというところですね。で冷蔵庫の位置なんかもちょっと変わったりしてるんですけども、全然普通にこうね開けて使うことができます。もちろんこうね当たっちゃうということはありますけど、十分取り出せる感じがあります。はい、それからねこのトイレとシャワールーム、こちらもね、ちょっとこう広くなった感じするんですけどね、専用のね洗面台がついてきました。まあねこのね一軸シリーズってやっぱりなかなかこうね洗面台が、トイレとねシャワールームに洗面台があるっていうのモデル少なかったんですけどね、これはねそういうのがついてきたんですよ。はい、なんかシャワーもねまたすごい、これもボディシャワーとかね、いろいろ併用してできるんですけどね、そんなのがついてますね。うん、結構ね広いです。でトイレもこう横向きにねなってますので、非常にねこう余裕があるんですよ。この足元とかもね、はい、かなりこう余裕がありますからね、トイレも全然狭いということはないかと思います。
でここでね手を洗ってということで、すごくねこれはねやっぱりあのスライドモデルってどうしてもねこの入れた時のデメリット感でねみんな悩んじゃうってことあると思うんですけど、まあ、それがなくなったということですね。はい、ここはねもう大人と子供だったら全然ね寝れるんじゃないかなという感じの広いベッドになりました。これがね、まあ、さらにこうスライドを広げると、もっと広くなるわけですよね。ちょっと出してみましょう。スライドの、ね、機構もね、従来のものとちょっとねシステムが変わりました。どういう感じでね、これが動くようになったのかっていうところはちょっと僕らもまだね、勉強中なんですけども、まあ、非常にねこうスムーズというか、まあ、そんな感じになってきました。まあ、今後それがねどういうふうに影響してくるかというのはちょっとまだわからないところですけども、はい、これだけ広くなりますよ。まあね、もう一人カメラマンいてね撮れればいいんですけど、ちょっとね今日今いないのであれなんですけどね。はい、わかりますかねこの広さ。はい、全然こう普通にね、まあどうでしょう、普通に大人がね2人すれ違えるぐらいな通路幅あります。でこちらのベッドもね非常にあのこの広いですよね。ここね余裕で確か180以上あったと思うんですね。はい、なので、まあ、フロントにマスターベッドがあって、ここもベッドにできて、奥にも広い2段ベッドがあるということでね、まあ、あの従来の JG どうしてもこの、ね、スライド入れた時のデメリット、どうしてもここ狭いよねっていう声がちょっとあったんですけどもね、24年からねこのウルフパップシリーズは全てが 7.5 フィートになってくるということで、まあ、このねやっぱりその一番デメリットが多かったこの 17JW っていうのを一番最初に作ったんじゃないかなというところだと思うんですけどもね、まあ、こうなったことでねアメリカの方でももうワイドいらないんじゃないのっていうぐらいね、結構声があるらしいです。まあ、扱いやすい一軸モデルでこれだけのね広さがあるということで全くストレスがね、なくなってきたということでね、これかなりアメリカでもね、今評判がいいそうです。なのでね、ちょっと入手がね大変と、ましてこのね24年日本でね最初の1号車ね、もう売れちゃったんですよね。もう入った翌日にはもうね検討してた方来ていただいて、まあ隣とじっくり比較したんですけどもね、まあそういったところでねこれはかなり使いやすくなったんじゃないかなと思います。まあそれ以外ね、あの大きな特徴というのはね、あの変わってはいませんけども、やっぱりねあのほんの少しコンマ5フィートでもね広くなったということで、このね枕元の棚なんかも広くなったりとかしてますしね。でソーラーのね、コントローラーが、ちょっともうちょっといいようなものにね変わりました。従来のものはちょっとね、表示も分かりにくかったりとか、あんまり能率も良くなかったんですけどね、非常にいいものに変わってきました。で色はねもちろん好みになってしまうと思うんですけども、まあ、ブラックレベルだから黒が良かったという声もねちらっと聞かれましたけども、まあ、ただね非常にこう明るい色に、ねなったのでね、そこはそこでねいいんじゃないかなと思います。はい、でブラックレベルはね、キッチンすごくしっかりしてますね。こういったね天板のこのね塞ぐ、蓋なんですけども、こういったものも非常にねいいものを使ってますね。はい、で蛇口もねこれ外れて、こうくるくるね最後洗ったりとかいうこともできます。で窓もね、こう横長の大きなものになって両方開くようになりましたからね、かなり風通しがいいかなと思います。はい、それからガス式のツーバーナーですね。で冷蔵庫もね、ちょっとタイプが変わりました。はい、こちらね、まあ、表面ねこうよく見るとここに薄いガラスがねどうも貼ってあるっぽい感じなんですよ。なんでちょっと扱いは気をつけなきゃいけないかなって気はするんですけどもね、非常にツヤツヤしたねすごい綺麗な冷蔵庫になりました。はい、これもね、メーカーは違うんですけど従来のね 12V コンプレッサー式と言われるタイプのものになりますね。はい、冷凍庫もねむちゃくちゃ大きいです。このコンプレッサー式になっていいところはね、中がねすごく広くなりました。奥行きとかねすごいあるんですよ、実際見ていただくとね。そんなところがね変わってきています。はい、ということで今日はね2024年モデルの最新のウルフポップ 17JW のブラックレーベルっていうのをね、紹介させていただきました。従来の、17JG のね7フィートから 7.5 フィートになったということでね、
どういったところがね大きく変わったかというところをね主にね解説させていただきましたけどもね、やっぱりこのスライド入れて普通に使える、出したらさらに広いというところはねかなりメリット大きいかと思います。しかもね全長こそ 7m30 ってね一軸としては結構大型モデルになってくるんですけど、一軸トレーダーなのでね扱いの方ね非常にしやすいんじゃないかなと思います。まあ次の入手をね頑張ってやりたいと思いますけどもね、これを参考にね検討していただければと思います。ありがとうございました。